皆さんこんばんは、上田剛、今日もやってまいりました。甲子園も大詰めでベスト4が出揃いました。とは言っても王者大阪桐蔭負けてしまいましたね。今年ダントツで強いって言ってた。いや俺もダントツだと思ってた。もう余裕で優勝するだろうなって思ってた。負けましたね。バンクルワセ、超バンクルワセでしょこれは。でも俺が下関国際の中井選手挙げてたでしょ、うん、昨日見たでしょ。やっぱあの選手 やるでしょ。よかったですね。やっぱ昨日はもう中井選手の活躍で勝ったなっていう試合だったかな。やっぱりで大阪桐蔭もね、初めてやっぱこう焦ったんじゃない。ちょっと今までこう順当にこう勝ってきて、で点もそんな取られないし、なんか俺見てるとずっとプロ野球みたいな試合してるなって思ってたわけよ。高校野球でなかなか 4-0 で勝つとか 5-1 で勝つとか、なんかピッチャーがもう圧倒的に抑えて綺麗な点の取り方をして勝つみたいな、プロ野球みたいな試合するなってずっと思ってて、だけど昨日はこう接戦に持ち込まれて、やっぱり大阪桐蔭も頼みの前田投手を途中から投入して、ここで一気に勢いつけたいところだったんやけど、やっぱりね、下関国際も先発の古賀投手がね、追いつく、また離されるっていう感じで、でここ勝負ってところでショートからね、中井選手が出てきて、あそこでしっかりパッと抑えて、またチームに勢いつけるっていうところで、大阪桐蔭もね、絶対優勝って周りから思われて、絶対プレッシャーもあったと思う。だけど下関国際は逆に今度はもう挑戦者だから、もう捨て身の気持ちだよね。中井選手が登板したところで、これもしかしたらいけるかもしれないっていう、バントエンドランでトリプルプレーがあったけども、あそこで一気にもうね、下関国際の流れが来て、もう一気に畳みかけるぞと。もちろん逆転した下関国際のもすごいと思うんだけど、まあ大阪桐蔭がちょっとこう接戦慣れしてないというか、今まですごいこう順調に勝ってきてたから、ちょっと焦ったっていう部分があったのかなっていうふうに僕は見てて思いました。今まで強すぎたがゆえに、そういう経験ないことが起きちゃったと。いや、もちろんね、隙は絶対ないのよ、大阪桐蔭は。どんな点差離しても、選手たちがやることちゃんとやるし、もう自分たちの野球を必ず最後までやるっていうところでは、やっぱり大阪桐蔭を見ててすごいなって俺思ったところで、だけど、決して隙を見せたわけでもないし、余裕を見せたわけでも絶対ないんだけど、やっぱ下関国際の中井投手特にね、このバッター絶対抑えてやるっていう。特にピンチの場面で2番谷口選手、3番松尾選手ってこう強力なバッター来るんだけど、そこさっぱ連続三振を抑えた場面あるんだけど、そことかもうね、本当ここにしか投げちゃダメっていうところにしっかりコントロールして投げてるから、キワキワに投げ切れる中井投手も素晴らしいし、そこにしっかり配球できたキャッチャーもすごいし、ちょうど6月にね、うちの学校も練習試合したんだけど、すごいいいチームだったし、本当にみんながね、やるべきことをちゃんとやる。特に下関国際の2番打ってる松本選手なんかはもう本当塁出るためにとにかくポイントを近くしてファールファールファールって粘っていく。昨日も本当いい活躍してて、2本タイムリー打って、特に最後逆転した回なんてバントでスースー追い込まれたんだけど、なんとかね、バットのヘッドを返さずに三遊間になんとか転がすっていう形でノーアウト1・2っていう形ができたんだけど、あの打席っていうのはもう素晴らしいものがあって、僕はああいうバッターは大好きで、これからも活躍っていうのを注目してみたいなと。下関国際は本当もうこの大阪桐蔭に勝った勢いで、もしかしたらもしかするかもしれませんね。ベスト4で揃いました。仙台育英、聖光学院、近江、そして下関国際、もうこの4つが揃ったところで、ぜひ優勝予想をしていきたいなと思うんですけども、4分の1なんでね、当てろよ、これはもう当ててほしい、ね、当てろよとそうだな、近江はね、正直もう山田選手ね、もう疲れてると思うんだよね。昨日も勝ったけどね、やっぱちょっと最後もう足来ちゃってるから難しいとこなんだよね。近江は山田投手以外の投手陣はそこまでって感じなんですかね。なんか言い方悪くなっちゃうとあれなんですけど、そこまでっていうわけでもなくて、左でもさ、140キロ近いボール投げるんだけども、もうここまで来るとスピードで押すとかじゃないんだよ。結構気持ちの部分大きくて、近江のピッチャーが山田じゃないっていうだけで相手は乗ってくるわけ。まあ相手は下関国際になるんだけど、下関国際も山田投手が来ないっていうだけで、しかも大阪桐蔭打ってるわけじゃん。あの強力な投手陣をさ、打ってるわけだから、もうノリに乗ってるわけよ。で、やっぱ下関もきっちり2枚いいピッチャーいるんで、古賀選手っていうエースがいて、中盤は中井選手って抑えが出てくるんだけど、両方ともいいピッチャーだから、これありますね。だけど、仙台育英ピッチャーいいんですよ。いいピッチャー4枚、5枚いるから、難しいなぁ。周りの評価は結構仙台育英が優勝するんじゃないかっていう評価がね、集まってると思うんですけど、俺はね、言っちゃっていいですか、ぶっちゃけ。どうぞ。下関、行くんじゃない優勝。下関と仙台育英だよ、決勝は。聖光学院はどうですか。聖光もね、やっぱね、強いのよ。
なんかバランス取れてて、聖光学院っていつも甲子園出てくるんだけど早く負けてたのよ。だけど今回はね、ちょっとノリに乗ってますね。打線もいいし、ピッチャーもいいし、甲子園に出てきて一気に強くなってくるチームって結構あって、まあ、近江とかはね、去年の夏もそれはベスト4入ってるし、今年の春もね、決勝前って経験はものすごいあるから、甲子園の戦い方っていうのは4つの中ではね、一番あると思うんだけど、ただもう山田投手がもう少し疲労もあるし、あとはね、レギュラーの子一人いないんだよね、ショートの子が。やっぱコロナの影響もあると思うから。っていうところでは、まあやっぱ下関、仙台育英、ここが盤石じゃないかなと思うんで、下関ね、ユニフォームもさ、ちょっとヤクルトっぽいじゃん。カラーがっていうところで下関ちょっと僕応援してます。なので下関国際優勝いっちゃうんじゃないかなと思います。外した場合はどうしますか？外したら下関国際にジュース持っていくわ差し入れ持っていくわ。差し入れね。でも本当いい打線組んでるんですよ、下関国際。ピッチャーもいいんで、この勢いでいってほしいなと思います。ということでベスト4出揃ったんで、あと準決勝、決勝、どんな戦いになるのか、皆さん楽しみですね。ぜひ注目して見てみましょう。ということで、優勝予想、下関国際、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。